はい、皆さんどうもこんにちは、秀政です。はい、今回はね、天ヶ茶屋に来ております。天ヶ茶屋の駅を出たところにある餃子のマイケルさんというお店です。はい、今回はね、このマイケルさんで餃子並びにビール、深とハイボール、まあ、そんなあたりをね、ちょっといただいていこうかなというふうに思っております。それではよろしくお願いいたします。ハッピーアワーということで半額になっております。でプレモルはこれ、200円です。200円、税込み220円ということでね。でこちらにね、吹き出しビールの方を注文しました。はい、それではね、プレミアムモルツビール来ました。ではいただきます。乾杯です。キンキンに冷えててね、めっちゃうまいです、うん。はい、それではね、突き出しのキュウリ、突き出しのキュウリです。はい、いただいてきます。うん、シャキシャキして美味しいですね、キュウリ。味付けも程よい、塩分が効いてて、うん、キュウリこれはいいですね、最初のスタートには。はい、突き出しのキュウリです。ビールが今日は暑いんでね、ビールがめちゃ吸います。うん、うまい。で、ここはね、ドンヤスハイボールということでね、ハイボールの方も求めやすいというか、安くなってます。はい、最初1杯目、2杯目、3杯目ってあるんですけど、だんだん値段が下がってきましてね、3杯目になると、なんと100円でいただけると、非常にありがたいシステムになっております。はい、後ほどね、これ生中が終わったら、ハイボールの方もね、頼んでいこうかなと思っております。はい、すいません。はい、今ね、餃子が到着しました。これ餃子2人前、1人前じゃね、ちょっと物足りないと思ったんで2人前頼みました。はい、これハッピー、アワーで半額ということになっておりまして、うん、これは非常に150円です。これ1人前がだから、これで300円です。こんだけついて300円。マイケルさんは餃子が有名ということでね、うん、非常に楽しみですね。はい、で、こちらの方にね、お酢とかお醤油とか、並んでるんですけども、これでね、で、まあ、作っていくって感じですね。醤油、まず醤油、で、その後お酢ですね。お酢を加えます。醤油とお酢を加えて、で、あとラー油、ラー油ですね。はい、ここにラー油もあるので、ちょっと加えます。これね、加えると非常にうまみが増しますね。はい、加えました。うん、ではね、餃子の方でちょっといただいていこうかなというふうに思います。外の皮がパリッとしててね、中がジューシーな感じの餃子になってます。はい、餃子です。はい、いただきます。うん、パリッパリッ、外の皮がね、めっちゃパリッとしてて、うん、うまい。中はすごい美味しいですね。うん、これはビールが嫌でも進みます。うん、うまい。
が大好きなんです、うん。まあ、餃子の置いてあるお店に行くと、まあ、餃子をやっぱり、ね、注文したくなりますね、うん。でまあ、このマイケルさんは餃子がすごく有名でして、はい、何回かお邪魔させてもらってるんですけども、ね、まあ、撮影の方はね、ちょっとねお伺いしてさせてもらったことがあったんですけども、こう本格的な撮影っていうのは今回が初めてです、はい。ということでね、天ガチャの駅出てもうすぐなんで、うん、非常に利便性もいいですね。天ガチャの駅出てもすぐお店がありますんで、うん、すぐ来れますここに、はい。餃子がやっぱり大人気っていうのがね、うん、美味しい餃子ってやっぱビールがね、すみます、うん。もう終わりそうです、生が、うん、もう終わりますね。次はハイボールにしてみたいと思います、はい。すいません、ハイボールでお願いします。はい、今ハイボールにね、チェンジ、うん、させてもらいます。はい、今ね、ビールが終わりましてね、はい、ハイボールです。これ1杯目って書いてあるでしょ。これ1杯目がこのジョッキで、これ2杯目3杯目という、おかわりしていくうちにね、このここが変わります。この1杯目が2杯目になって3杯目ということでね、だんだん安くなっていきます。でめっちゃありがたいですね、こういうシステムは、うん。あ、僕はもうお酒大好きなんで、うん、こういうシステムはね非常にありがたいです。はい、乾杯です。うん、レモン入っててね、うん、キンキンに冷えててめっちゃうまいです。で餃子が止まんないですね、うん。ハイボール飲みながらの餃子、ものすごくこれマッチングがいいです。うん、ビール今いっぱい飲みましたけどね、次これハイボール、うん、切り替えてね、うん。まあ、餃子の他にもね、あていっぱいありまして、うん、もう非常にリーズナブルです。まだ時間は今まだ夕方の5時です。夕方の5時もあったところなんですけど、うん、すいません、これハイボールガーリと砂ずりガーリック炒め1つ、はい、ハイボール1杯目がもう終わりましたんで次2杯目です、うん。砂ずりガーリック炒めっていうものをねちょっと注文させてもらいましたんで、それもちょっといただいていこうかなというふうに思います。あー、すいません、はい。ということでね、まあこれ2杯目ということで、ハイボール、はい、乾杯でーす。だんだん安くなってきますから、はい。これありがたいです、うまっ、ハイボールが進むんです。はい、今ねこれ来ました、砂ずりのガーリック炒めです。砂ずりガーリック炒め、うん、これレモンもね、たぶんここへ振って、うん、これいただくという感じですね、はい。僕はレモン、こうついてたらね、レモンは必ずかけます。はい、レモンかけます。はい、ではね、これいただいてみます。砂ずり、ずりです、うん、はい、いただきます。うん、この食感がいいですね、この砂ずりの食感、うん、コリコリして、うん、味付けも非常に美味しい、うん、これは焼きたてです、はい。これが、499円ということになっております。はい、499円、うん、いいですねこれ、うん、美味しい、ハイボールで最高です。もう餃子うまいんでね、さらに追加注文しました。すいません、はい、はい、餃子さらに追加注文です。これ最初に2人前注文して、さらにもう1人前注文、これ3人前。この餃子ね、もうついついね、この追加、これまあ2杯目ですけども、3杯目ももちろん行きますんで、これ焼きたての餃子たまんないですね、この焼きたて最高ですね、はい。餃子ってなんでこんな美味しいんでしょう。もう大好きです餃子。うん。これはハイボールで流し込むと。すいません。あ、これおかわりお願いします。はい。
コーヒー3杯目ですね。ハイボール3杯目。あー、すいません。はい、ということでね、もうこれで無限マークがつきました。はい、無限マーク。だからもうこっからは何杯飲んでも100円です。もうこれ3杯目ですから。はい、乾杯。はい、これでも3杯目終わりなんです。次4杯目いきたいと思います。すいません。はい、4杯目いきたいと思います。最初にプレミアムモルツ、うん、プレモルを飲んで、これが、3杯なんで、次4杯目でしょ。あ、5杯目ですね。合計5杯目、全然いいですね全然いいっていう表現がおかしいですけども、うん、飲んでるこの雰囲気が最高ですね。あー、すいません。はいはい、来ました。はい、乾杯です。これ100円ですよ、この4杯目なんでね。めっちゃいいですね。はい、最後にね、このしじみ汁ですね。これサービスです。いただきました。はい、いかがだったでしょうか。今回はね、餃子のマイケルさんで缶ビールハイボール、餃子スナズリのガーリック炒めいただいてまいりました。うん、どの料理も美味しくてね、最高でした。はい、この3杯目以降がね、100円になるというこのシステム、非常にありがたかったです。皆様どうもご視聴ありがとうございました。はい、またね、次回の動画でお会いできればと思います。それではこれで失礼いたします。お願いします。